いやーめちゃめちゃ寒い。はっきり言ってね、ちょっと今日バイクで走るような天気じゃねえ。大阪市内はね、結構ね晴れてたんですよね。今これ河内長野なんですけども、河内長野に来た瞬間からですね、天気がすんごい悪くなってきて、とにかく寒い。上に2つ着込んでるんですけども、それでも寒い。体温が完全に奪われていく。めちゃめちゃ寒い。いけるかな。いや今日ね、高野山までね行ってみようかなと思って出てきたんですよ、ちょっと朝早く。で出るときは晴れてたんですけどね、どんどん大阪の南の方に下ってくると雲がどん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 分厚くなってきて、今にも降ってきそうな感じの雲になってきて、んでもってめちゃめちゃ寒い。いやー今日ね高野山に行こうと思って和歌山まで越えてきたんですけど、ちょっと雨がですねパラついてきて、でちょっとあまりにも寒かったので、コンビニでちょっとコーヒー飲んで休憩してて、そこで天気予報とかもう一度ちょっと全部チェックしたんですけど、高野山の気温が最高気温なんと今日9度なんですよね。しかも曇りで、空を見た感じあんな感じなんで、多分降ってるなと。でも雨雲レーダーでは雨雲はね特にないんですよね。特にないんですけども、絶対降ってるなあれは。しかも寒い。9度、12度でももう凍えそうなぐらい寒かったんで、ちょっとさすがにちょっとこれは無理だなと。高野山さすがにこれ山の上行ったらちょっと我慢できないぐらい寒いなと思いますんで、急遽高野山はやめて、あったかそうな海の方に向かうことにします。まあだからちょっとねどこに向かうかまだ決めてないんで、どこへ行くかはまあわかんないんですけども、ちょっとこの天気ですからだいぶ曇ってんな。なのでちょっと山はやめて海の方にね行きましょう。ここ前も来ましたね、フルーツラインでしたっけね、あのすごく見晴らしのいい広域濃度、こんな感じです。すごいすげえ気持ちめっちゃ登りますよ。やっぱあっちの方が天気良さそうだな。やっぱ海の方が天気が良さそうです。今日は山はやめとこう、寒い。やっとちょっと日が当たってきてね、多少寒さはマシになってきましたね。まあ、ちょっとね海の方に向かっては走ってるんですけども、どこに行こうかねまだはっきり言って決まってないんですよね。だからまあもう今日は全くもってノープラン、ノープランに変わってしまいました。今日もね大阪を早く出てきたんですけども、やっぱりね大阪市内はね幹線道路流れが速くて煽られますよね、カーブに乗ってると。なんでしょうね、本当に原付2種のバイクのスクーターだと逆にね結構速いんで車に煽られるっていうことはないんですけどね、カブになるとなんか急に煽られますよね。カブに乗る前はね私原付2種のスクーターに乗ってたんですけども、スクーターでねそんなね車で煽られるとかスレスレ抜かされていくとかっていうことはまずなかったんですよね。まあそもそも車よりも流れが速いというか、めちゃめちゃスピード出ますからね。スタートダッシュなんてもう
車の日じゃないぐらいのスタートダッシュしますから。でもカーブになるとね、やっぱりね、なんでしょうね、信号待ちとかでも結構後ろにビタってねつけられたりとか、カーブならではなんですかね、カーブあるあるっていうんですか。とりあえず海南を抜けて有田の方まで行きましょうかね。で、まあ、この間も有田に行ったんですけど、まあ行きましょうか。ここまで来たらね、山は寒いんで、山じゃなくてもこんなに寒いのに、これ山に行ったら本当に死んでたかもしれないな。有田川まで来ましたね。とりあえず、そしたら、何でしたっけ、この先に、有田の多分漁港がやってる直売所みたいなとこがあるんですよね、港に。そこへ行ってみましょうかね。これですね、浜の打たせってやつ。これを曲がったらいいのかな。ここですね、ここ浜の打たせ。あれあれ、車が1台も止まってないぞと。あ、今日休みな。あれマジか、休み。あれマジで、これ休みとかあんの。マジか、マジか。ここまで来たのに高野山行くのやめて。嘘でしょ、せっかく来たのに。どうするよ、どうするよ。トンビがぐるりと輪を描いてるけどよ、どうするよ。トイレも行きたかったのにな、ここまで我慢してたのに。マジで。っていうことはどうしようかね。男たちも来たけど、お休みですよ、お休みですよ。今日はなにわナンバーです。大阪から来はったんでしょうけど、今日は休みですよ。マジか。休みってあんのか、ここ、こういうところ。あんまり休みって聞かんけどね、道の駅とかじゃなくて漁業組合のお店だから。ああマジか、ショックやな。めっちゃ向こう見えるな、四国か。あれ、まあ急遽決めたんでね、やってるとかやってないとか調べてなかったんで、やってるもんだとばっかり思ってましたね。あんなとこに休みがあるとは思わなかったんで、まあとりあえずオレンジロード行きましょう。しらす丼食べようと思ってたんですけどね。いやー、これで今日もお昼は食べずに終わりそうな気がしますね。お昼をね、何かどこかで食べるためにツーリングしてるとか、まあね、カフェランチ的なツーリングとかよく動画で見ますけど、ほとんど私そういうツーリングあんまりしないんで、お昼はもうほとんど何か食べようとかって思って出かけるってことあんまりないんですよね。出た先で食べれるところがあればね、食べたりとかしますけど、そうじゃないと、まあほとんどね、お昼がっつり食べるってことがあまりないんですよ。まあ本当に軽く済ませるぐらい、コンビニとかで。まあ、今日はね、しらす丼でも食べようかなってね、珍しくちょっと思ったんですけどね。うわ、海がめっちゃ綺麗だな。ここもね、綺麗なカフェでね、めっちゃ見晴らしいいですよ。
今日は風が強いからめっちゃ発電してるでしょう。すごいな、すごい。多分 GoPro だとちっちゃく映ってるんでしょうけどね、結構遠くに映ってるんでしょうけど、めちゃめちゃ近いですよこれ。すごい迫力で回ってます。さてとどうするかですよね。もう一回みかんの丘行きましょうか。動画見ていただいてる方はね、知ってるかもしれないですけど、この間ね、行った時にずっとね、作業員の方がいて、そこにちょうどみかんの丘のその休憩する場所、そこには行けなかったので、みかんの丘に再度リベンジということで行ってみましょう。